いい、癖ってのは抜けねえもんだな。沢城の頭、無所にいるはずのあんたがなんでここに。しかもその罪は青龍会の会長殺しだ。海老名にしてみりゃ親の仇ですよね。なのに随分大事に扱われてるみたいじゃないですか。バカのお前でもそのくらいは気づくか、イチ。人のことをバカだのアホだのよく言い飽きないっすね。癖ってのは抜けねえもんだ。やられたな。それでどういうことなんです。早い話、4年前のあの日、星野会長を手にかけたのは俺じゃなかったんだよ。え？遅い到着だな。星野も待ちくたびれたってよ。わが、これは一体。それはこっちのセリフだ。今までのお前ならもうとっくに片付けてたはずだ。沢城、お前じいさんが狙われてるってわざと情報漏らしたな。うまくいきゃお前がじいさんを殺す前に一番が止めに来てくれる。そいつを期待してたんだろう。はい、肉だったな。だから俺より先に別の殺しを送り込んだってことですか。その手柄はお前にくれてやる。青龍会の会長を仕留めたとなりゃ、ムーションの中で幅利かせられんだろう。もうとっくに若の信用を失ってたんですね、俺は。沢城、それは違う。最初からそんなもんはなかったんだ。星野会長を殺したのは別の殺し屋だったってことか。そしてそんな風に若から切られても、あんたはおとなしくその罪をかぶった。俺が星野会長を殺しに向かってたのは事実だ。そうならずに済む何か奇跡を期待してたとしてもな。それを私は無実ですってのも白々しいじゃねえか。
黙って罪をかぶったのには他にも理由があったんじゃないですか。そうだな。いくらかは罪滅ぼしのつもりだったのかもしれねえ。俺は若が、いや、自分の息子が腐った道に沈んでいくのを見てるだけだった。甘やかし放題を甘やかして荒川の親父にまで手をかけさせちまった。俺はそれを止めるどころか後押ししてたわけだからな。無所に入ってから俺はもう死ぬ日を指折り数えて待つだけだと思ってた。だがそこへ待ったをかけたのがさっきの海老名だ。奴の代理人って弁護士が面会に来た。あなたの無実を証明できる再審請求をさせてくれってな。じゃあ海老名は星野会長がやられた真相を知ってた。殺人犯は別にいたってことも。ああ、切れ者だよあいつは。しかも若くて勢いがある。そんな海老名が俺を無所から引っ張り出そうとしてた。その目的が極道の第二次大解散。お前もさっき聞いた通り荒川の親父がやり残した事業だ。となればあんたも無所で腐ってる場合じゃねえってわけか。俺は東上界から近江に寝返って構想はおり暴れ放題やってきた。そんな男に頭下げさせりゃ今は無名の海老名にも箔がつく。全国の極道に引導を渡すからには貫禄がいるんだ。海老名にとって俺はそのためのかませ犬だ。随分そんな役回りっすね。今の俺にはおあつらい向きの仕事じゃねえか。無所いるだけでてめえの罪償ったつもりになってるくらいならな。頭、今夜は海老名に頼んでお前と引き合わせてもらった。だが俺の身の上話をするためじゃねえ。言えた義理じゃねえが一、お前に頼みがある。あんたがこの俺に？それも急ぎでな。引き受けるかどうかは話を聞いてからにさせてもらいますけど。確か職にあぶれたんじゃなかったか。時間はあるはずだ。で、沢城の頼みってのが何か分かってもねえのに言われるがままパスポートを取ってきたと。従順だね。そうかもね。何にせよ外国に行かされるような頼みなんだよな。パスポートがいるってことは。詳しい話はこの後頭と平安楼でってことだ。お前一人で危なくねえのかな。あの沢城を信用できんのかよ。あの人が俺をどうこうしようってんならもうとっくにやられてる。確かにな。とにかく行ってくる。実際仕事はねえし時間も有り余ってんだ。今の俺を必要だって言ってくれてんのに無下にするのも悪いしな。平安楼までは俺らもついてってやるよ。暇持て余してんのはお前だけじゃねえんだ。お前とこんな店で飯食う日が来るとはな。てっきり二人きりだと思ってましたけど。海老名が俺につけてる護衛だ。無所入る前は方々に敵作ってたからな。今も俺を恨んでる奴がうようよしてるんだとさ。言われた通りパスポート取ってきましたよ。
ご苦労さん。それで俺に頼みってのは。ハワイに行ってもらう。そこにお前と会いたがってる人がいるんだ。ハワイに？誰です？お前の母親だよ。はあ？荒川の親父がただ一人愛した女性、あかねさんだ。え？いや、でも。改めて言っておくが、お前はあかねさんと親父の間に生まれた子だ。40年前のあの日、俺はこの目で見てた。コインロッカーで二人の赤ん坊が取り違えられていたのな。として育てられるはずだった人間だ。それが俺の捨てた赤ん坊に取って代わられた。恨みに思うなら好きなだけ言え。お前にはその資格がある。俺には親父が二人います。ソープランド桃源郷の春日次郎と都政の親荒川真澄。俺にとってはただそれだけです。そうかもな。だが母親についてはどうだ。じゃあその茜さんって人が。お前の母ちゃんだ。いやでも茜さんは殺されたって。俺は親さんからそう聞いてます。昔親さんが入ってた確か氷川興産って組に追われて。荒川の親父はそう信じてた。だが真相は違う。そもそもの発端は氷川興産の組長が自分の娘を荒川の親父にあてがおうとしたことだ。そこまで親父を気に入ってた。組の跡目にするつもりだったのかもな。だがその頃もうとっくに茜さんとできてた親父は恐る恐る組長からの縁談を断った。ええ。するとメンツを潰された組長の怒りは親父の想像をはるかに超えていた。親父のこともお前を腹に抱えた茜さんのこともみんな殺そうとした。私は茜さんが氷川興産に捕まったとは聞いたが、死体を見たわけじゃねえ。無事を信じて探し続けた。氷川の組員をしらみつぶしに締め上げてな。だがその頃にはもう茜さん殺しのミッションは組員から外注業者に任されていた。外注業者？プロの殺し屋ってやつだ。もちろん追跡も仕事に含まれる。氷川の組長が手配したんだ。茜さん一人殺すためにそこまで。ヤクザのメンツを潰すってのはそういうことだ。お前もそんくらいはわかるだろ。だが荒川の親父は彼女を救うためにとうとう氷川興産に乗り込んでった。一人でな。
時間の問題だ。鼻の利く猟犬どもが必ずお前の女を探し出して骨まで食い尽くす。たとえ俺がここで死のうが殺しの依頼は果たされる。殺し屋に任務は中止だと伝えてください。できねえ相談だ。もう押せ。てめえは後戻りできる一線をとっくに越えちまってんだよ。あらが！アカネはどこにいる？もう日本を出て向かった先はフィリピンだ。小せえ怪しげな貨物船に潜り込んだんだとさ。何のつてもねえ女が大した金もなく密航だなんてな。そういう時見返りは何だと思う？海にいる間中ずっと船員たちの慰みもんにされるんだ。代わりバンコにな、この野郎。殺し屋に電話しろ。任務は中止だと伝えろ。引け！いい顔じゃねえか荒川。俺なずっとお前のその顔が見たかったんだよ。殺し屋に電話するな。今頃あの女はどうしてるだろうな。親父は氷川組長が死ぬまで拷問を続けたそうだ。だが最後の最後で組長は笑い続けてたとさ。結局アカネさんの居所もつかめずじまいになった。殺し屋を止めたくたって連絡のつけようもない。けどフィリピンに向かったってことは分かったんだ。なら何か手の打ちようがあったんじゃ。もちろん親父はすぐにフィリピンに飛んだし、自分の組を立ち上げた後は子分らにも探させた。だが手がかりはつかめず、そのまま何年も経っちまった。もし茜さんが無事生きてりゃ何か親父に連絡してきたろう。だとしたらつまりもう手遅れなんだろうと誰もが考えていた。口に出さねえまでもな。当時俺たちが親父に持たされた茜さんの写真だ。え？見たことねえだろ。この人が茜さん。
イ生まれで日系の血も入ってるそうだ。じゃあ俺にもその血が。そうなんだろうな。茜さんが消息を絶って10年も経ったある日、親父に知らせが入った。取引のあったフィリピンマフィアの幹部からだ。ハワイで茜さんらしき人を見たと。ってことはフィリピンからいつの間にか故郷に移ってた。ああ、もちろんそっちも前から組で調べちゃいたんだが、茜さんの生まれがハワイのどこそこってとこまでは親父も知らなかったんでな。網に引っかからなかったんだろう。それで確かめに行ったんですね、茜さんのこと。知らせを受けた後すぐに現地へ飛んだ。ただし親父は行かずに俺一人で。なんで。親父が自分で行かなかったのは、言葉を選ばずに言えばきっと怖かったんだろう。それまでだって情報が来るたびに希望を打ち砕かれてきた。脈のありそうな時ほどガセだと分かった時のダメージはでかかった。なるほど、確かに。そして俺は茜さんを見つけた。正真正銘、本人に間違いなかった。無事でいたってことですか。そうだな、平穏に暮らしてたけどな。それは俺には実に都合の悪い状況だった。え？もし晴れて親父の元に戻れば、茜さんは自分の子供を目にすることになる。コインロッカーの受け渡しに失敗して体に障害を抱えちまった赤ん坊の成長した姿だ。初めは再会できただけで十分だというかもしれない。それでもなんでそんなことになっちまったか原因を突き止めようとするだろう。いずれ親父と茜さんはお互いの記憶を細かく突き合わせていく。するとそれぞれ違うロッカーで赤ん坊を受け渡してたと気づく。二人はその時、今まで自分たちのことを信じてきた荒川雅人、若をどう扱う。うそりゃ実際どうなるかは誰にもわからない。ただ一つ言えるのは、茜さんが日本へ戻らなきゃ何もかも今まで通り、俺や若が破滅することはねえ。じゃあまさか頭は茜さんのことを。そうだ、俺は茜さんを殺すつもりだった。さすがに俺も震えたよ。親父の愛した人を始末するってんだからな。だが彼女の一言のおかげで俺は手を汚さずに済んだ。私は死んだことにしてください。ハワイに茜さんの子供たちが。考えてみりゃ驚くことでもねえ。殺し屋に追われる逃亡生活でずっと親父と連絡を取ることもできずにいた。そんな中で茜さんがどんな人生を選択しようと誰に責められる。俺は彼女の希望通り茜さんは死んでいたと親父に報告した。ハワイで氷川興産の刺客に殺され、死体は始末された後だったってな。親父は黙って俺の報告を受け入れた。茜さん捜索は打ち切られ、
親父の口から彼女の話を聞くこともなくなった。その後も俺は細々とだが茜さんと連絡を取ってた。彼女が妙な里心を犯さねえようコントロールする必要があったからな。あんたってやつはどこまでも。けどこの件についちゃ茜さんが言い出したことでもある。あんたの行動が全部間違ってたとは言わねえよ。だが4年前に親父が死んで俺が無所に入ってから状況が変わった。茜さんには包み隠さず全て白状する手紙を送った。俺が親父を裏切ったことも、総武育ちの春日一番が茜さんの産んだ子だってことも。皮肉な話だ。親父が死んだことでようやく俺も茜さんも自由になることができた。それでな、愛人、茜さんが今になってお前に会いたいと言ってる。茜さんが俺に？茜さんの母への住所がこいつに書いてある。茜さんからの手紙ですか？封筒だけだ。手紙は俺と茜さんとのやり取りだからな。お前には見せらんねえよ。まあそうっすね。40過ぎて見たこともねえ母ちゃんに会えって言われてもピンとこねえだろう。でも茜さんももう年だ。思い残すことなく行かせてやんのが息子の務めってもんだろう。そりゃこいつは俺がやるべき罪滅ぼしの一つだ。ハワイ行きのチケットはこっちで用意する。出発は明日の夜だ。あとはお前の気持ち次第だよ。どうだ、俺のためじゃねえ、茜さんのために会いに行っちゃくれねえか、イチ。頭、頼む。あんたが俺に頭下げる日が来るなんて思ってませんでしたよ。わかりました、会いに行きますよ、茜さんに。もし断ったらぶっ殺したとこだ。行ってきます、おやさん。おやさんが愛したっていう茜さんのところへ。荒川は茜さんが生きてることもお前が実の息子だってことも知らずじまいだったんだよな。おやっさんとの血のつながりについちゃ本当のところはわからねえ。つかそこはどうだっていいんだ。ん？おやっさんにとって俺は俺でしかねえし、俺にとってのおやっさんもそうだ。血のつながりがあってもなくても何も変わりやしねえ。だから DNA 鑑定しねえのか。俺だったら正直はっきりさせてえと思うけどな。俺の父親は2人、ここに眠ってるおやっさんと、誰のことも知れない俺を育ててくれた春日次郎。それだけ分かってりゃ十分なんだ。そうか。お前そういうところは頑固だよな。あ、なんだそりゃ。ああ、中におやっさんの遺灰が入ってるんだ。おお、そんなもん作ってたのか。茜さんに渡してあげたくてね。もちろん受け取ってくれるならだけどよ。それでお前素直にハワイへ行く気になったのか。
かもな。おやさんも喜んでくれるんじゃねえかと思ってさ。ね、どうすかね、おやさん。よう、一番。お前身軽すぎねえか。ハワイだぞ。日帰り温泉に行くんじゃねえんだぞ。向こうで何泊かするんだろう。着替えとか持ってんのか。足りなくなったら向こうで買うよ。荷物が多いのは苦手でさ。しかしホームレスだった俺らが着替えの心配か。確かに偉くなったもんだ。お前も気分転換にはいい機会かもしれん。なるべくゆっくりしてこいよ。土産はマカデミアナッツ以外な。ね、ありがとな、アデスさん、ナンバ。そんじゃ、行ってくるわ。気をつけて行けよ。やっぱハワイの日の出は一味違うな。On behalf of all of our crew, thank you for choosing to fly with us today. We hope to see you again soon.いたたた、すいません、大丈夫ですか。あ、すいません、ちょっと失礼します。ねえ、ちょっといいかい。はい。こういう時は遠慮しねえで、ズボンのベルトを持つといいんだ。相撲の回しみたいに掴んで、お客様ありがとうございます。いや、出過ぎた真似しちまったな。ご親切にありがとうございます。慣れていらっしゃるんですね。まあ昔車椅子のダチがいたもんだよ。ああ、それでですか。あんたは観光かい。そうですね。ええ、そっか。お互い楽しめるといいな。じゃあ、そちらこそ。ボンボヤージュ。ボンボヤ、ボンボヤージュ、良い旅をって意味です。おう、ボンボヤージアロハ。アロハ。あの、これなんだけどよ。ん？日本語話せるかい？お、読めた？日本から来たの？大丈夫だよ。さあ、乗って。助かった。行き先は？この住所なんだけど、わかるかい？ちょっと距離あるね。そっか、結構かかるのかな。ハワイは初めて？ああ。そっか、ようこそハワイ、楽しんでってよ。
お客さん日本から来たんだよね。俺も一度行ってみたいんだよね。日本人の客みんなにそう言ってんのかい？営業トークじゃないよ、本当にそう思ってんだ。日本はいい国、治安はいいし飯もうまい。ああ。でもそれこそハワイなんて地上の楽園ってイメージだけどな。一年中あったかいのはいいけど、まあハワイにもいろいろあるよ。ほう、そうなのか。実際ハワイじゃ日本人が人気だよ。いいお客さんだからね。昔はもっとたくさん来てた。あんたも今度は友達連れて大勢で来てよ。まあ今回はちょっと訳ありの旅だからな。それにしてもうんちゃん陽気だね。南国気質ってやつか。うん、よく言われるんだ、ノリが軽いって。けど俺も日系だからね。親父が日本人なんだ。そうなのか。で母ちゃんがこっちの人？そう。そっか。じゃあ俺と一緒だな。へえ、そうなの。ああ、俺もこの前聞かされたばかりなんだけどよ。なあ、さっきの封筒もう一遍貸してくれる？住所を見たいんだけど。な？ああ。もう着くのか？日本で調べた時はもっと郊外だと思ってたんだけど。へえ、そっか。そのくらいは調べてきてたのか。オリナ。いやー、だから日本人大好き。ちょっとチヤホヤするだけでコロッと信用してくれるからな。手は挙げた方がいいのかい？いいよ、おとなしくしてりゃそのままで。まずは財布とスマホを出すんだ。言うこと聞かなきゃどうなるかわかるよな。撃つってのか？あんたが俺を？当たり前だろ。そうは思えねえから聞いてんだい。あ？確かにアメリカは銃社会って言うよな。でも面と向かって引き金引くってことがどういうことか分かってるやつはそういねえだろうよ。だったらなんだよ。あ、おい、撃つって腹決めてるやつは目を見りゃ分かる。多分あんたも経験すりゃ分かる。平和ボケの日本人が反撃してくるなんて驚いたろ。いい勉強になったんじゃねえか。なめやがって。いい気になってんじゃねえぞこの野郎。と仕事してくれりゃチップも弾んだのによ。悪いが金は払わねえぞ。封筒返してくれや。封筒？住所書いてるやつだ。ああ、あれか。なんだ、自首でもするつもりか？捕まるのはお前だ。はあ？おい、あ、そりゃ茜さんの。てめえ、吐き出せ、吐き出せって。おわっ。
何の話ですかね、タクシー強盗さん。何だと？ Officer help! I'm being robbed! This hoodlum wanted money and he pointed a gun right at me. おいおい、まんまとそいつの言うこと真に受けてません？ Alright, alright, smart guy. Put your hands in the air and turn around! わかった、ちょっと待ってくれ。 Get on your knees! Right now! 今説明する。俺はハワイに着いたばっかだ、強盗じゃねえって。 Yeah, unless that scumbag. I'm pissing myself over here. くそ、なんだ俺が。ざまあ見やがれってんだよ。 How the officer? That man is not safe. ボンボヤージュの兄ちゃん。 Who you should be arresting is the driver.He's a real thief. And if you need proof, I recorded the whole thing. Hey, freeze! Yeah, 助かったぜ。危うくハワイに来た途端、豚箱行くとこだった。本当、災難でしたね。私も驚きました。でも兄さんはなんでここに？いや、あなたを追いかけていたんです。俺を？ええ、空港を出たとこでヤバいタクシーに乗ってるのを見かけたから。ヤバいタクシーって見ただけでわかるもんなのか？実は私こっちの生まれで、それでなんとなく見当がつくんです、観光客をかもろうとしている人って。さっきのやつがまさにそうだったってことか。別に確信があったわけじゃないんですけど、あなたにはすごく親切にしてもらいましたから、万が一のことがあったらと思ったら放っておけなくて。ありがとな、おかげで本当に助かった。俺は春日ってんだ、春日一番。春日さん、私は三田村と言います。三田村英二です。へえ、いい名前だな。春日さんはどちらまで行くつもりだったんです？あ、そうだ。やべえぞ、封筒に住所が書いてあったのに。封筒って、もしかしてさっきの運転手が飲み込んだやつですか？お、おう。他にアドレスを控えたりは？いや、まさかあんな大事なもんなくすと思ってねえからよ。そうですか。あ、ちょっと待ってください。もしかしたら、ん？もしかするとなんとかなるかもしれないです。え、本当かよ。さっき私が取った中に春日さんの手紙も写っています。荒くて読めませんけど、ちょっとデータをいじれば多分。住所がわかる？大丈夫だと思います。頼んでいいのかい？もちろん、これも何かのご縁です。ただ PC での作業が必要で、一緒に私の宿泊先まで来てもらっていいですか？もちろんだ。恩に着るぜ、エイちゃん。エイちゃん？エイジだろ。だからエイちゃんよ。あ、ちょいと慣れ慣れしかったか？いえ、あだ名で呼ばれるなんて久しぶりで。じゃあ行きましょうか。そうだ、春日さん、お腹空いてません？ああ、そういや、こっち来てから何も食ってなかったな。言われて腹が減ってきたわ。でしたらちょっと食べていきませんか？私も食事がまだだったので。あ、いいね、ハワイの飯か、楽しみだぜ。
春日さんはハワイの料理といったらまず何を思い浮かべます？そうだな、ロコモコだっけか。あれは聞いたことあるな。ご飯にハンバーグと目玉焼き乗っけるんだろ。ごちそうすぎて恐れ多いぜ。美味しいですよね。最近はハンバーグ以外にもチキンだったりマヒマヒを乗せたりもするんですよ。マヒマヒ？白身魚です。大きいと2メートルくらいある魚で。おお、そりゃすげえな。ハワイの名物ってわけかい。そんなでけえ魚釣ったらいい土産話になりそうだな。間違いないですね。そういえば春日さんはどれくらいハワイにいるんですか？どうかな、まだ決めてないんだけど、あんまり長いはしねえと思う。観光目的ってわけでもねえんだよ。あ、そうなんですか。じゃあお仕事で？いや、仕事でもなくてさ。え？ここまで来たら行っちまうけどよ、俺が赤ん坊の頃行き別れになった母ちゃんってのがハワイにいるらしくてさ、その人に会いに来たんだよ。行き別れ？嘘みてえな話だろ。自分でも全然ピンとこなくてよ。まあ確かになかなか実感は湧きづらいでしょうね。あ、じゃあさっきの封筒に書いてあった住所がお母さんの？そうなんだよ。まさか強盗に飲み込まれるとはな。なんとも波乱万丈ですね。でも捨てる神あれば拾う神ありってやつだよ。おかげでこうやって新しいダチと飯を食えてる。ダチって私のことですか？エイちゃんが迷惑でなきゃ俺はとっくにそのつもりだぜ。春日さん、じゃあ住所の復元は絶対に成功させないとですね。新しいダチの頼みですから。へへ、頼りにしてるぜ。いやー、しかしさすがハワイだな。どこもなんつうか華やかだ。気に入ってもらえてよかったです。私が普通に歩ければもうちょっと紹介できる場所もあったんですけど。んなことねえって。エイちゃん、車椅子は長いのかい？いえ、仕事帰りに事故に遭ってそれ以来だから 4,5 年ですかね。事故か、大変だったね。ええ、まあ。春日さんのお友達はどうだったんですか？車椅子ねえ、こっちも事故だな。赤ん坊の頃には歩けなくなっちまったんだ。俺は10代の頃にその人と会って何年か付きっきりで車椅子を押してた。俺はその人の足代わりになりたくて必死だった。でもそんなことあの人は望んじゃいなかった。もう少し早くそのことに気がつけりゃな。春日さん。な、ああ、終わり。独り言だ。大切なお友達なんですね、その方。ね、そうだな。兄弟みたいなもんだと思ってる。兄弟？まあこっちが勝手に思ってるだけだけどな。道、こっちでいいんだってか？あ、はい、大丈夫です。よっしゃ。どうだい、エイちゃん、なんとかなりそうかい？今、デジカメの画像を解析にかけてみます。すぐに結果が出ますよ。すげえな、俺はそういうのからっきしでよ。強盗を返り討ちにしちゃう方がすごいですよ。解析終わりました。封筒の住所、読めそうです。おお、すげえ、どうなってんだこりゃ。
お役に立ててよかったです。いや助かったぜ、ありがとよ、エイちゃん。なっ、あ、お前タクシーの、サビサビ、こいつらで間違いねえんだな富澤。あ、はい、間違いないです、山井さん。はあ、なんだこいつは。 あれこいつ見た顔だぞ。あ、どこでだっけか。ああ、そうだ、春日だ、春日一番。へえ、驚いたな。お前ら知らねえのか、極道大解散の MVP だよ。え、何しに来やがったお前ら。下手打った強盗が逆切りしてわざわざお礼参りかよ。富澤君のタクシーが札に押収されちゃったんだけど、あれ俺んとこの組で貸してた車なんだよ。組って、ハワイにもヤクザがいんのか。ガイドブックには書いてないだろうな。でだ、弁償してもらいに来たわけ。金持ってるようには見えないけど、あんた健康そうだし工面はできそうだ。山井さんつったかい。こっちの極道にもそれなりのやり方があんだろうが、今回はどう見てもお門違いだ。弁償なら俺じゃなくてそいつにさせな。それができたら俺も苦労しないんだがな。ちゃんと三食食ってるか。こんな簡単に骨いっちまうなんてかわいそうに。なんてこと。こいつはもともと俺らに借金抱えててよ、稼ぎ口がねえってんで仕事させてたんだ。なのにタクシーまで取られちまって、そのパソコンも良さそうだな。いい加減にしろ。エイちゃんを巻き込むなんざなおさら筋が飛んねえだろうが。あの春日さん、封筒の画像データが PC にまだコピー取ってないんです。だからこの PC 取られちゃうと。分かった。でも大丈夫だ、エイちゃんに手は出させねえ。やる気満々だな。寒いから早く帰りたいんだけどよ。なあ、その格好は暑くねえのか。寒いよ、ハワイならあったけえと思ったのによ。困った話だ。さあ始めるか。悪いな、エイちゃん、追っ手が来るともわからねえ。逃げるぜ。はい。 PC は無事です。住所の画像データ守りきりましたよ。今春日さんのスマホに送っておきましたから。本当か。俺のせいで怖い思いさせちまったな。でも根性あるぜ、エイちゃん。そんな、やるしかなかったってだけですよ。やるしかねえ時にやれるのはすげえことだ。ありがとな、エイちゃんは俺の恩人だ。
春日一番か。じゃあ春日さん、お世話になりました。こちらこそだ。本当世話になったよ。 A ちゃんにはすっかり迷惑かけちまって。いや、いいんです。そんな、こっちもなんかいい経験させてもらいました。自分がヤクザと乱闘するなんて思いもしなかったですから。確かにな。それに春日さんは私と自然に接してくれましたよね。車椅子のこと、左利きと右利きの違いくらいに見えてるっていうか、そういうの新鮮で、一緒にいて楽しかったです。参ったな、こりゃ。もっと褒めてくれ。時間さえあればいくらでも。じゃあ、ありがとな、エイちゃん。落ち着いたらまた会おうぜ。ええ、ぜひ。旅のご無事を祈っています。お、元気でね。ボンボヤージ。ええ、ボンボヤージです、春日さん。ここが茜さんの家か。なんて呼びゃいいんだ。母ちゃん。いや、それはな。よし。あかねさん、私、春日一番と申します。沢城の頭に言われまして、はるばる日本から参りました。ん？誰？ごめんください。あ、留守か。ごめんください。No!